のなんの延岡おいしいもの見つけたの番組です。それではですね、今回はですね、なんと新町にあります福福さんの方にお邪魔しています。今からですね、居酒屋さんでおいしいお料理をたくさん堪能していきたいと思います。それでは皆さん、レッツゴー。料理の方が、ありがとうございます。こんばんは。皆さんこんばんは。今日はですね、延岡市の新町にあります福福さんにお邪魔しております。こちらは居酒屋さんですね。店内はですね、すごくたくさんのね、お客様がこんなにいらっしゃいまして、毎日ですね、こういったお客さんがですね、多いお店なんですよ。というのはですね、なんとこちらのお料理がですね、とっても美味しいお店だからですね。なんとですね、今日はですね、福福さんのじゃん、オリジナルメニューがたくさん並んでいますね。で、見てください、すごく美味しそうなメニューばっかりです。はい、これをですね、今から堪能したいと思います。こちらはオーナーさんがですね、ご自分でお料理をされてお客様に提供されております。延岡市のですね、この農産物とかですね、あとお魚、こういった宮崎県の有名なお料理をですね、素材を使ってお料理をおろしてされています。はい、なんとですね、先ほど聞きましたら、こちらは女性にとっても人気があるメニューだそうです。だからですね、早速いただいてみます。まずはこちら、じゃーん。なんか美味しそうですね。まあ、先ほどからジュージューと言ってですね、こちらに持ってきていただいたんですけれども、山芋のステーキですね。じゃあこれをこちらのフォークで取り分けていただきたいと思います。もうすごくふんわりとしてます。海苔がですね、香りがいいんですよ。なんかペコペコなってるんで、香りがいいですね。ちょっといただきますね。いい香りが、いい香りがします。いただきます。だしがですね、だしが効いてます。のりの香りとネギの香りがすごいほんのりします。これは生ビールに合います。今ここにちょっと生ビールがいますけど、生ビールとこのね、山芋のステーキちょうど合いますよ。うん、おいしい。柔らかいですね。やっぱり山芋と言いますとですね、ね、栄養価が抜群ですよね。美肌効果もなんかありみたいですね。とてもこれは食が進んで、次から次へと食べてしまっています。ね、こういった鉄板でくるとですね、ね、ジュージュー、暑さが逃げないですよね。とてもですね、熱々でも暑い日、お料理を食べながら冷たい生ビール、とっても合うので、ぜひ今度はビールで食べてみたいと思います。はい、それでは続いてこちらにありますのは、じゃーん、これはアスパラですか、ね、アスパラのビール揚げです。で、今出来たてなのでって言われたので、こちらに来る時までジューって音がしてたんですけど、これをまずいただいてみます。では楽しみ
しみですね。あのビール揚げなので、すごくあの衣が淡白、うん、でシュワシュワってしてるところにこうつけて揚げられるので、サクサクになるみたいなんですね。いただきます。これは美味しい。外がサクサクしてて、中がもうこの何ですかね、中身がサクサクなんですよ。両方サクサクなんですけど、何とも言えないです。あの甘みがですね、塩分がちょっとあった衣なので、いくらでもあって美味しいです。美味しすぎます。これは塩コショウではなくて、ね、塩気だけで、はい、上にパラパラってかかって、すごく美味しいです。いくらでもありますから入れちゃいます。もうちょっと超えます、ね。美味しいです。お菓子みたいな、なんかスナック感覚で食べれちゃいますね。これは女性にやっぱり人気というのは分かります。本当にいくらでも食べてしまいます。それではですね、今度は私が大好きな一番のにっかりの唐揚げです。ね、新鮮なね、延岡では有名ですね、にっかり。ね、やっぱり唐揚げとして食べられるのが一番美味しいですね。ちょっと食べちゃいます。レモンを絞って食べるのもいいかな。まずマヨネーズがありますので、マヨネーズでちょっと食べちゃいます。サクサクしてるのが分かります。いただきます。これ本当にですね、お客様が先ほど見ましたら、このべっかりの唐揚げを頼んでたんですよ。人気のこの店の一押しだと思います。美味しいですね。あの骨も残らず、骨まで全部サクサクいただきます。美味しい。本当にですね、全部何も引っかからずに、ね、こんなに骨まで香ばしく揚げられているということですね。美味しいですね。これはあのお好みで、このレモンをですね、ちょっと最初絞って食べられるのに、ね、マヨネーズもついてますね。で、両方美味しい、ね、料理を出されている方の気持ちが出てると思います。こちらかけて私はマヨネーズです。マヨラーです。ダイエットされている方なんかはこのレモン、ね、お好みによって塩を食べて食べられるのもいいかと思います。そして最後にこちらですね、カツオですね。新鮮なカツオ、先ほどあのね、このままこう息がいいので食べられてもいいんですけど、このシソの葉でで、先ほどちょっと醤油をですね、ここに垂らしました。いただきます。このまま室で食べてもいいですよね。いただきます。
初カツオです私。今年初めてのカツオ。お腹がね、こちらでうんうんって。美味しいです。カツオは先ほどのタイも、タイも美味しいですよって言われて、こちらタイが、カツオはやっぱり延岡有名ですね。美味しいです。甘くて美味しいです。今日はですね、ちょっとですね、たくさん食べ過ぎましたけど、お友達、女性の方と、ね、女子会をされてもいいですよね。この今回のメニューが女性の方が大好きなメニューということで、お姉さんが出していただきました。この他ですね、酢の物もですね、美味しいし、そうですね、いろいろ季節によってですね、料理が変わります。はい、延岡の、地どれのものを使った食材でですね、いろいろいろんな料理を考案されて出されるそうです。で、このビールの、このアスパラのビール揚げっていうのもその一つじゃないかと思います。普通に衣で揚げたものはですね、よく食べてたんですけど、ね、ビールで揚げられるとサクサクになるんですね、衣が。とても美味しかったです。皆様ですね、ぜひですね、延岡市にあります新町の、ね、居酒屋スコープさんの方に、お友達、恋人同士、ご夫婦でおられてはいかがでしょうか。それではですね、今回のお料理を作られたオーナーシェフさんに今から登場していただきたいと思います。はい、今日はですね、本当にお料理をですね、もう美味しいお料理をたくさん食べさせていただいて、本当に堪能しました。ね、今日はこちらの飲みます、オーナーシェフさんの大山さんです。はい、じゃあ今日本当にありがとうございます。大山さんはこちらの延岡市のこのお店を出されるのは何年も。3年目、なかなか33年もたないですよね。なかなか、33年で、やっぱりこんなに今日はもうすごくお客様がいるので、毎日こんな感じで、毎日ね、いろいろ、はい、山あり。そうですか。先ほど新鮮なですね、このメヒカリの唐揚げいただいたんですけど、ね、延岡でも有名ですよね。そうですね、本当に今まで食べてきたメヒカリよりもサイズが、ね、ちょっと大きいですね。はい、小鳥のメヒカリですね、唐揚げ、私の、ね、育ったところの唐揚げです。はい、でカツオとかタイですね。新鮮な、ね、お刺身でした。美味しかったです。でこちらが、ビールもね、アスパラを使った、ベースはビールで、ビールでも揚げられるけど、なかなかです ね、ないですよね。普通のところもここでここ揚げられるというのは、なかなか大きいですね。なんか本当に大きかったので、食べがいがありました。これ本当にビールで揚げるとふわふわにサクサクになるんですよね。食感がカリッとした衣がいいのかな。
今日は簡単なんですけども、やっぱり普通の細いねアスパラと違うところが、まあ、サクサクいただくのはあちらでも美味しいですけど、食べ応えがあるんですよ、太いので、本当にすぐこう何本か食べるともうお腹いっぱいになるので、この天ぷら、まあ、唐揚げですねとご飯でもいけますね。マヨネーズを、マヨネーズでもいけますということですね。で、私は個人的には塩が大好きだったんですけどね、もうこのビールとですねとても合います。ちょっとビールをいただいていただきます。先ほどビール飲んだためでビールをいただきます。うん、美味しいですね。このビールは朝飲んでですか？やっぱり飲み方で言うとやっぱり朝ビールですね。美味しいです。このビールとこのアスパラのビール揚げがもう本当に合います。この揚げたビールの方は朝のビールですか？これは朝ビール。本当のことですよね。本当のことです。すごいですね。サクサクでした。でこの最後のこのね、山芋ね、一生懸命すられてるこれ多分じゃないかなと思うんですけど、すごいですね。隠し味もありますけど、もともとちょっとすいません、普通の山芋のステーキ食べたことあるんですけど、ここまでふわふわにならないんですね。それなりにバターやのたっぷり使って秘伝のなんかこうあるんですね。一番人気で、これが一番で、これが二番で、すごいですね。メカルミンはよく出てる。すごい、全部がですね、私やっぱり私が大好きなメニューがいっぱい出たということは、女性に大人気ということですね。女性の皆さんってサクサクとした歯触りとかですね、まあ、甘いものが大好きですね。山芋がふわふわで、とてもね、美味しかったです。これはお醤油かけてるんですけど、カレーかなんかで、大体もともと味がついてます。もし薄かったら塩を入れます。何人か分こう何人かで来られて切り分けて、ね、食べられると、ね、いいですよね。お湯があるから、美肌の効果もなんか山芋だと、それは分かりません、ね、普通山芋食べるとですね、パワーが出てきたり美肌効果になったり、ね、しますけど、もうそういう一石二鳥になりますね。美味しさもありますしね。ありがとうございました。はい、もう飲食店のね、変わらか文化になりますね。食べおかしればね、飲食店の、またこちらの方に、個人的にも来たいと思います。美味しかったのですね、それでは本日は本当にありがとうございました。